今、私は神奈川県の藤野というところでそのトランジションタウンの活動をやってるんですけれども、人口1万人の町で、こう自然が豊かな、素晴らしい場所です。トランジションタウンの活動のこうセオリーベースっていうか、その考え方の土台になってるパーマカルチャーっていうものがあるんですけども、そのパーマカルチャーセンターっていうのが、この藤野にやっぱりあるんですね。なのでそのパーマカルチャーを学ばれた人たちも結構この辺りに住んでいたり、で我々もこう入ってきて、で新しく来たばっかりで、で昔からこの藤野に住んでる人たちがいらっしゃる中で、トランジションっていう新しいのをこう紹介して、抵抗を受けるかなと思ったんですけども、割ともうずっと藤野で暮らしてきてらっしゃる方も本当にこうオープンに話をこう聞いていただいて、中にはもう積極的に応援してくださる方も結構いらっしゃって、そのなんかオープンな雰囲気というか、オープンな気風っていうのも、まあここでトランジション活動がこう立ち上がった重要な要因じゃないかなっていうふうに思ってます。今そのワーキンググループっていうのをこう作って、こう細かく言っていくともう10以上あるんですけども、代表的なもので言うと、その地域通貨のグループっていうのが1年ほど前からこう立ち上がって、で通帳方式っていうその地域通貨の方式があるんですけども、それをやって、今加入している人たちが100世帯以上いらっしゃって、かなりこう活発に、なんていうかな、活用されていて、この地域にだいぶこう根付いてきてるんですね。で、なぜそのトランジションが地域通貨をやるかっていうのは、そのトランジションの場合っていうのは、まあこう地域の中でつながりを作っていくっていう、地域の中にいろんな資源があって、その資源、すでにある資源の間のこう有機的なつながりを作っていくっていうのが、まあトランジションの考え方なので、その藤野の中に住んでる人たちもこうよく聞いてみると、いろんなスキルだったり知識だったり、いろんなことを持ってるので、そういうのをこう交換し合う、そういう人が持ってるスキルとかも資源と考えたら、それをこうお金を払って、円を払って、場合によってはもう都会に出て行って、都会に出ていくのもエネルギー使いますから、やるよりもこう藤野というこう地域の中でその資源というか、物とかサービスをこう循環していくっていうのが、まあ地域通貨の考え方なんですね。3.11以降、このエネルギーシフトをしていく必要があるっていうことについては、その前はね、こう一生懸命説明しても、なんでそんなことしなくちゃいけないんだろうっていうのはあったんですけど、もう今はその必要性をこう口を酸っぱくして説明する必要はなくなったので、今は Why、 なぜっていうところから How っていうところにこう質問が移ってきてるんですよね。どうやって、まあ、エネルギーシフトしなくちゃいけないのは分かったけど、どうやってっていう、でそれもこう、なんていうかな、恐れからっていうよりも、やっぱりそういう原発は怖いから、まあ、確かにそれもあるかもしれないけども、そういう恐れからやるというよりは、どっちかっていうと、そういう原発に頼らなくたって十分豊かな、精神的に豊かな暮らしってできるんだよっていう、こう明るい未来というかビジョンを描いて、そっちに向かって一緒にやっていこうよっていう、でそういうことでこういろんな人たちが、まあ、入り始めているので、まあ、そういう形で最近ちょっと出てきた話としては、株式会社藤野電力っていうのを作ろうじゃないかっていう、まだアイデアレベルなんですけども、そんなアイデアもちょっと出てきてて、でそれの呼びかけをしたんですね、最近。そしたら結構僕たちもびっくりしたんですけど、たくさんの人が、今多分20人ぐらいの人が興味ありますってこう手を挙げてくれたんですけど、それも今までトランジションにこう関わってなかった人たちも手を挙げてくださったので、なんかそんな形で、まあ、この3.11以降をこう新しい動きがやっぱりこう出てきてるっていう。レジリエンスという言葉があるんですけども、そのトランジションでよく使われる言葉なんですけども、その変化に対して強い、まあ、しなやかな強さとか、私たちは底力とかって呼んでますけども、そのまずその地域のレジリエンスを高めるためには、
こう人同士がつながってないと、今回のその原発の事故においても、その、ね、自分一人で何とかするっていうのは、やっぱりどこに行けばどういうサービスが受けられるのか、今どこに行ったらその石油っていうかガソリンが手に入るのかとか、どこの道が動いていくとかっていう、そういう情報って、その必ずしも行政から流れてくるっていうのは、こう人の口コミで流れてくるので、やっぱりその大きな変化があった時に、それにこうそれでパタって倒れちゃうんじゃなくて、それに対してしぶとくというか、倒れるんではなく、こうそれをこう乗り越えていく力、底力っていうのは、一つはその地域の人同士の絆とか信頼関係とか、誰がどんなことができるっていうのを知ってるっていうことがすごく重要なんじゃないかなっていうふうに思ってます。トランジションは確かにイギリスで生まれた運動なんだけれども、そういうトランジションがこう言ってること、そのレジリエンスの高い暮らしっていうのって、日本にはあるし、で特にこう地方の方に行くとまだそういう、ね、地域はあるので、何もないところに新しいコンセプトを持ってくるというよりは、その日本の中にある、既にあるそのトランジション的なこう動きからも僕たちも学びつつ、でそういうものをぜひそのトランジションネットワークを通じて、こう世界にも、まあなかなかそこまでできてないんですけど、こう発信していくっていうこともやりたいですし、でそうは言ってもこう今トランジションってこう世界的な動きになっていて、でそこでいろんなこう知恵だとかアイディアだとかがこう生まれてきてると思うんだけども、そういうものがやっぱりこう日本の中で役立つ部分もあると思うんですね。だからそういうそのレジリエントな地域社会を作っていくための、この21世紀のこの3.115のにおけるこの世界において、必要な知恵っていうのをこう世界中あちこちでこうやってるのをこう共有する何かやっぱり仕組みっていうのは必要だなと思って、なんでこうトランジションっていう、こう説明しに行くと、なんで日本にはそういうの素晴らしいものがあるのに、なんでわざわざそういう、こう横文字のものをこう持ってこなくちゃいけないんだって言われるんですけど、こう確かにこう日本には素晴らしいものがあるんだけど、なかなかそれがこう他の人たちが使える形で、言語化されてない部分もあって、で何て言うかな、こう今は本当にね、気候変動もある、ピークオイルもある、原発の問題もある、なるべく早くそういうシフトをしなくちゃいけないっていう中で、その何て言うかな、そういう世界中の人たちがそれに取り組んでいる知恵がやっぱりこう共有される必要があるので、今回のその日本大震災においても、その東北にある知恵が、まあ、世界に共有されることもあれば、世界で共有されている、ね、知恵が東北の役に立つっていうことも実際にあると思います。今日本ではそのこのトランジションタウンのこう活動をしている地域っていうのが、まあ、昨日も1個新しい地域が立ち上がったんですけども、まあ、それを入れて、24地域に広がってきてます。北は、福島県のその裏磐梯で、南は熊本県の南阿蘇、まあ、関東が割と多いんですけども、こう比較的ばらけて、まあ、24箇所立ち上がってきてます。で、じゃあどうしたらこのトランジションタウンの活動を始められるんだろうっていう、まあ、問い合わせというか質問を受けるんですけども、私たちがよく言ってるのは、3人いれば同じ地域の中でこういうことに関心がある、やってみたいと思っている人たちが3人いると、何かが起こって立ち上がっていく、でそのエネルギーになんとなく引き寄せられて、また多くの人たちが関わってくるっていう、とにかく興味があるんだったらもう3人でいいので見つけて始めるということをやっていただけたらなと思ってます。